というこ始まりました基礎英文法講座ですねお服が変わりましたですね。今回からは助動詞というところに行きたいと思いますねはい、助動詞ね結構厄介なんですよまあトイックとかでもね問題としてはあんま出ないです4択で助動詞を選びなさいみたいなのは出ないんですけどでもやっとかなきゃいけないんですよえ、なんでやっとかなきゃいけないんですかって言うんですけど助動詞っていうのはですね基本的にこの筆者のですね気持ちが入ることが多いんですね どういういい風にしなさいとかですねこうした方がいいよとかですねこれできるよみたいなねこうするよみたいな気持ちが入るんですよだから読んでる時にヒントになったりすることがあるんですね。 あ、筆者こういう風に思ってんだって分かったりすることがあるのでリーディングではきちんとやっとかなきゃいけないし当然喋ったり書いたりするときにですねすごく役立つというかこれ使えないとうまく書けないってことが多かったりうまく話せないっていことが多かったりするんですねやっぱりねむずい日本語訳だけでやるのはかなり大変なんですよ、うん、自分がやっぱね、使って喋って感覚で掴んでるところが相当多いって思った改めて見てみるとね なんで、まあ、その辺の感覚っていうのも話していきたいと思いますそして英作文やる人ですねめっちゃ間違えるから言っておきますね、えー、どういうことみんなね現在形ばっかりで書くんですよ助動詞が出てこない助動詞がないとおかしいぞってとこいっぱいあるのでその辺のことも話していきたいと思いますはい行きますでは行きたいと思いますねはい、えー、空所に入るのはどれでしょう You なんとか stay here if you want to ね must can Might have to、ね、さあどれでしょう、はい,いーなんか知ってる見たことあるやつらだなって思うんですがそうですねきちんと意味が分かんないとねこれ答え出せないですよねここの「F you want to」のここの部分ですねこのところが分かってないと答えが出せないと思いますねで「F you want to」の後ろこれほらこの「to」の後ろですねこれ省略が起こってるんですけど気づきました何が省略されてます そうそうそうこののがそままま省略されてますね、はい、だからもしここにステイしたいんだったらここにいたいんだったらマストはしなければならないおかしいしね,ねえもしここにいたいんだったらしなければならないとかってわけわかんないですからしたいのに、はいね、<laughs> have to も同じですねしなければな,らないいやいやしたいのに、ねね、だからマイトマイトなんかもっと大きく、ね、かもしれないあなたがここにステイしたいんだったらあなたはここにステイしているかもしれない。 どういうこと。ね、はい、な、え、ん、ー、で、おさよなら、そうです。答えは can ですね。で、キャンはですね、結構使いやすいというか、わかりやすい。ここにいたいんだったら、してもいいよってやつです。許可。 って言われるやつでですねで日本語訳の「できる」で行けちゃうので「ほらできる」「キャン」ってったら「何々できる可能だ」っていう意味が有名じゃないですかそっちでもいけちゃうじゃんね。これ痛いんだったら「あここにステイできるよ」っていうふうにいけるのでだからそんなに難しくないですとだからキャンの「できる可能」と「許可」って言ってですね2つ一生懸命覚えるんですけどいや感覚としてなんか両方を含んでるホわンとしたですね「キャン」っていう感じでいけますよ全然。だからキャンはそんなに困らない。 You can stay here if you want to. です、ね、ステイシャインだったらここにいていいよってやつなんですが別ので言えるでしょ。してもいいよって習ってるやつ。そうそうそう。メイでも構わないですね。ねメイもしていいよってやつですね。You may stay here if you want to っていう風に言います。まあメイの方が硬い感じがしますね。アメリカでは can の方がよく使われてメイの方がちょっと硬い。公的な場とかさ。ちゃんとしたこのポライトな場面。 丁寧な時に使うことが多いと思いますね。、"You can sing well" っていうやつ、これだったらわかりますね。、そううまく歌ってもいいですよじゃないですか。、そうあなたあうまく歌えるねっていう能力を表しますよね。、そう能力の時にも使うことができます。で、で他にも can っていうのは、the task can be difficult、そのタスクっていうのは難しいかもしれないっていう感じで使いますね。、これはあんまり見ないと思います。、そうですね。、Maybe difficult とか、多分 might be difficult の方が皆さんは見かけると思いますね。 こういうふういいいにに可能性かもしれないって使で、これは何でもかんでも使えるわけじゃなくてね、結構やっぱり感覚があるんですよ。こういう時で使えるな、あでもこういう時あんまキャンビーって言わないなっていうのがあったりするので、まあだから、メイビーとかマイピーを使っておいた方がいい、ね。で、反対に、キャンナットにするとですね、The task cannot be difficult だった場合ですね、これは結構重要なんで覚えておいてください。あ、キャンナット大丈夫ですね。これ、キャンとノット離しちゃダメですよ。 キャノットににししないいいでくくだだささね必ずてもしくは can ですねこういうふうにして t h e story can be true、ね、っていう形で使うことができますだからそれが難しいはずがないとかそのストーリーが本当であるはずがないっていうふうにです、ねえー、なりますので,でこれ t h a t r u e できないとかですね真実できないとかじゃなくてそういうはずがないっていう表現になりますでこの me とか might とかです、ね、can とかこういった、まあ、ちょっとね和らぐやつ っていうのは絶対知っておいた方がいいんですよものすごく重要ですえー、なんでですかと本当にね、英作文みんなね現在形で書いていくるんですよで結構ね日本人ってねこの女性差別とか気にするんですよ結構気にするし障害を持った人とかのは結構気にするんですけどね英作文見ててねやっぱお年寄りに対しての思いやりが足らないマジで <laughs> びっくりするぐらい足らないんですよ、うん、これまあ英作文でいつもね添削してて 思うんですよだから、ね、その老人たちにどうへ接してあげたいですかとかどういうふうに介護するとまではないけどどういうふうに接しますかみたいなのがトピックで出ることがあるんですねそうするとですねかなりの人がみんな現在形で書いてきてねひどいこといっぱい書いてある。They have friends とかね友達がいない現在形ですよ老人たちみんないないの友達へ。ひどくないですか They don't to talk to have anyone とかですね話す人が誰もいないとかですね。ものすごい決めつけがいっぱい出てくるんですよ。だからこれ弱めてやんないといけないわけですよ。わかりますだそこを s o m とかさ、some of them might とかってくっつけたらいいですね。some of them might have friends とかね。友達がいない人たちもいるかもしれないみたいなね。こういうのやってくださいね。ひどいんだよ。で、助動詞使ったら使ったでひどい。 They can't open the door とかですね。はあみたいな。ドアが開けられない。So I will open the door for them とかですね。はあみたいなですね。ドア開けてあげるとかですね。They always shake とかってやったら <laughs> 震えてるとかもマジかと思ってそういう、ね、感覚がやっぱねないんですよ。これをね、すごく思った。 ああみんな決めつけちゃうんだなと思ってねそう。だからいいこと書いてるつもりなんですよ、みんな。お年寄りを助けてあげるとか、話し相手になってあげるとかですね。自分はいいことしてるつもりなんだけど、書いてること見てもとんでもないから、めちゃくちゃ下に見てる。まあ、エイジズンっていうんですよ、そういうのね。ダメです。もうちょっとですね、年齢がいってる人たちに対する感覚を持ってください。ちょっとやっぱ日本はここが遅れてるなっていうのはすごく感じた。だから

はい、ではメイの方に行ってみましょうね。So、you may stay here. ここにステイしてもいいですよっていう許可のメインですね。で「The Story May Be True」ですね。その話は本当かもしれない。そうだかもしれないの方が有名じゃん。まあ、これはもう一つでさ合体して福祉で「Maybe」って使われるぐらいですからね。メ、は、イ、い、の方にもしてもいいよっていうのと「かもしれない」っていうのがありますね。 だ文脈ででやるといいです、まあ、後ろにつく動詞によってもいろいろ傾向はあるんだけどやっぱそれでも文脈が必要なことが多いですねストーリーっていうのは本当かもしれないだって本当してもいいよとかって言わないでしょ The story might be true ってマイトで言うこともできるともともとはメインの過去形ですけどマイトっていうのは Main よりもちょっと弱い、ね、もっと可能性が低いんだなっていうふうに思っとけば大丈夫です「ね、本当かもね」 はい、で、次、Must の方ですね。You must stay here. はい、これはそうそうそう。そうねしなきゃいけないよ。ここにいなきゃいけないよっていう意味ですよね。で、so、You have to stay here. これも習うと思いますね。そう、だから今回はこの Must と Have to の違いをちょっと説明しておきたいと思いますね。まあいろいろマニアックな違いはいっぱいあるんですけど、Must は主観的で、Have to は客観的だとかってね、習うこともあるんですが、そんなことより Must の方がだいぶ強い。そう、さっき言いましたけど、 気持ちだから「you must stay here」って聞くことはほとんどないですね。ねなんか親が子供叱ってる感じ。You must stay here とかって言ったりとかあとは「walking dead」とかさ <laughs> なんかドラマ見ててそのドラマで「ただそりゃ嫌いだ!」って言ってる感じがするね。で「have to」の方がもっとなんか理由があるから。 外的要因とかってよく言われるんですけどなんか外的要因の理由があるからだからいなきゃいけない雨がすごい降ってるとかねだからあそこにいなきゃダメだよとかですねそういった要因ですだから下の方が圧倒的に使われるんですよ you have to の方が使われることが多いですねでマス強いからですよなんかこうだっていうす,、ね、すごく強いイメージがあるので非常にアメリカ人は a フ e to を好みますねあとは You have got to stay here. です、ね、これも同じような意味です。have got to。まあ、イギリス人の方が使うと思います、ね。で、略して、まあ、you've got to とか使うことも多いですね。you've got to stay here みたいな形で使うことも多いですね。まあ、ほら、g ラゴ a go とかって聞いたことないですか。ど、I gotta go とかって言ったりしますね。I gotta go っていうのは、I've got to go の意味ですね。だから、チャットとかしててネットでね、行かなきゃいけないっていう時によく GTG って書くんですよ、これって、ね。これ、gara go っていう意味ですね。 ガラガラゴーね、昔、このビッグバンとかの、ね、歌でガラガラゴーって歌がありましたけどガラガラゴーって何言ってんだうがいでもしてくるのと違います。行かなきゃって意味ですれね。Have got to っていうふうに使われることもあります。で、あとはやっぱね、文法的に違いを知っとかなきゃいけないんですよ、マストとハフトゥ o は。そっちをちゃんと押さえておきましょう。えー、どういうことっつったら、そうですね、ハフトゥは過去できますね。you had to stay here ですね。ここにいなきゃいけなかった。ね、でもどっか出てっちゃったんですかね。えー、っていうふうに、had to とかっていう過去にすることができますね。 マストの過去形とかかないですよ助動詞だからねあもちろん助動詞ね助動詞の後ろ原形とかって、ね、これ出ますからね大学入試でもね偏差値50より下とかの大学だと意外と出題されますねそっち注意ですけどはいですね「Had to」っていうのでこっちは過去形にできるよとかっていうのも知っとかなきゃいけないし一番厄介なこうですジョン h a s to stay here」ですね「j o h ですね「j o はここにいなきゃいけないんだ」っていうふうに ハストゥーになったりですねやっぱりこれねなんか女動詞的な感覚を持っている人が多くて「ジョン・ハストゥーって書いちゃう人結構いますねだから英作を見てると「あーなんでハストゥーってしなきゃいけないね h a f t マスの場合は簡単じゃん変えなくていいから助動詞ってさ、ねえー、でもハストゥーの場合はちゃんと過去だったら過去形にしなきゃいけないし三人称単数の主語だったら変えなきゃいけないっていうここが厄介ですこういった、まあ、気持ちの違いっていうのはあるんですけどここの文法的な違いっていうのもきちんと押さえとかなきゃいけません We must not stay here って言った場合、これの場合はですね、知ってます意味。禁止ですね。ここにいちゃいけんって意味ですね。すごく強い意味です。禁止の意味を表しますねそう。だからやっぱ must ってね、強いんですよ。なんかね。例えば、we must not l i v e in fear ですね。この恐れて生きてちゃいけない私たちは、とかね、未来を立ち上がれみたいなですね。そういった強い意味の時に使うことが多いですね。あでちなみに mustn't っていうね。 合体させるのもありますがこれもイギリス英語ですねあまりアメリカでは使われない表現という形でマストノットなんですが have to の方はね違うんですよ否定にするとね、You don't have to stay here これどういう意味ですかそう知ってますこれあなたここにステイする必要はないですよっていう意味になりますねここにいる必要ありません上は、ね、ここにいちゃダメだっていう禁止だったのがでこれする必要はないよっていう意味に変わりますのでだから厄介です でもちろん、ジョンとか出てくる場合は、だ s んとにしなきゃいけないですね。それを合わせて。ジョン doesn't have to stay here っていうふうにしなきゃいけない。過去だったら、didn't ですね。ジョン didn't have to stay here っていうふうにすると。はい。こういった違いがあるわけですね。なので、must と have to っていうのは、must の方がやっぱ強いと。 気持ちがすごい出てるとで、Have to の方がだからよく使われると、より多く使われると、これしないとなんかやばいよみたいな時とかにね、えー、You have to submit your homework now とかですね、おいおい今ホームワーク出さなきゃダメだよってさサミット提出するですねとかね、You have to finish your homework soon ですね、すぐに終わらせなきゃダメだよとかって、ね、じゃないとほら単位落としちゃうよとか先生怒っちゃうよとかですね、なんかそ外的要因がある時に使われることが多い感じがするね。ただそこはあんまり入試では問われない、入試でやっぱり問われるところといえば文法的な違いですね。 ちゃんと、I、uh, have to っていうのは、has to とか、had to っていうふうに形が変わる。そして、否定の not をつけた場合は全然意味が違うっていうですね。ここをきちんと押さえておいてください。でも、一個ですね。これ知っておくと覚えやすいというか、これ知っておいたら、えー、結構解けるものがいっぱいあったりするので,で、ね、that story must be true。はい、この must はそう。なんとかに違いないってやつですね。まあ、ほとんどの場合、に入試だと must be ってなってることが多いですね。なんとかに違いない。えー、そのストーリーは、あ,あ、合ってるに違いない。 それに対して、はい、そんな合ってるわけないよっていうのは何でしたそうそうそう。That story can be true とか cannot be true ってですね。これが逆だって覚えておくと解ける問題結構あったりするので、えー、知っておいてくださいですね,、えー、こうね。本当に違いないっていうのと、えー、そんなわけないよって感じで。この辺がまあ問われるポイントですね、えー。なんでこれらをきちんと押さえておいてください。まあ意味がいっぱいあって。 結構大変だと思うんですがだいたいね聞いたり読んだり使ったりしていくうちに感覚が分かってくるっていうことが、えー、とっても多いと思いますね。はいまあこのねハフトゥーの違いとかねあそうだったんだって思ったかもしれないですし、えーまあ、一つのね上等心にねいっぱい意味があってうーんって思うかもしれないですけど、えー、実はこういう感じでねこうしなきゃダメだよってすごい強いじゃないですかマストってなんか強いからねそうに違いないっていうふうにほらなんかね。 強いなっていうイメージがあったりして、つなげてね。感覚で覚えていけるっていうのが実はあります。まあ、最初は理屈でいいですよ。理屈でいいんだけど、だん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 使っていくうちにあこういうイメージなんだっていう風に分かっていくことが結構あると思いますね。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりました基礎英文法講座今回は助動詞の2回目ですねまあ前回もね結構いろいろやったと思いますがそうなんですよやっぱり、ね、感覚っていうのが大事になってきますまずは理屈で覚えておいてもいいんだけど自分自身もやっぱねすごく多かったアメリカで暮らしてて分かったことがいっぱいある前は一生懸命覚えたんですよ夜寝る間もおしんで暗記したんですけどやっぱり分かんないことが多かったんですよ夜通しやっても分かんなかったさあ、はい。お会話ですね A がなんとか go to the bathroom って言ってるのに対して sure go ahead って言ってるわけですね。can you may I shall we should y o u って書いてありますね。 そうやっぱね、女動詞の問題ってね、こういうふうに文脈つけないとね、答え1個に絞られないっていうのがね、結構多いんですよ。前回のね、1回目もそうだったと思うんですけど、そう今回も文脈がついてますよね。そうだ文法上入っちゃうよ、これも、これも、みたいなのいっぱいあるんですよ。はい、で、I、go to the bathroom ですね。はい、トイレ行って、なんとかって言ってますね。sure, go ahead, どうぞって言ってますね。これがヒントです。sure っていうのもちいろんみたいな感じですけど、いいよってね。can you go to the bathroom? あなた、おトイレ行っていただけますかどうぞじゃ意味わか,かんないですからね。may I? ですね。私行ってもいいですかはい、そうですね。 トイレ行ってもいいですか ?You e いい,いいよ。ね。い、一緒に <laughs> 一緒にトイレ行け。Let's go! みたいな意味ですかね。Let's go to the bathroom.Sure, go ahead. 一人で行く。行けね。 ダメででですすすねあな,たあなたトイレに行くべきですかどうぞ意味分かんないですね、はい、ということことはが「メですねでアメリカでは、まあ「can I」っていうことが非常に多いと思いますね「can I go to the bathroom」とかっていうふうに言うことが多いですけどで「may i の方が前回も言いましたけど丁寧な感じがしますこういった形でだから小学校とかであるんですよだから「can I go to the bathroom」とかって言ったのに対して先生が「may i とかですね「メイアってわざわざメインに直すとかっていうこともあったりするって言ってましたね正確にはですねバ r ルームっていうのは家についてるユニットバス とかっていうじゃないですか日本でもフローバスタブとトイレですねめんどくさいねトイレトって アメリカン・でイングリッシュはトイレットって便器のことなんで,で、ね、だからトイレットとバスタブとそしてこの手洗うとこシンク水洗い場みたいなのがついてるそれがなんかまあバスタルームって言ってて外にあるとこですねスーパーとかさスーパーとか何個でもいいですけどショッピングモールとかさそういうところにあるやつはレストルームって言うんですよレストルームっていうのがアメリカ英語ですねだからバスタルームとレストルームって違うんだけどでも結構使うね特に子供はレストルーム に対してもバスルームっていうことが結構多いそういうイメージです。レスルーム、まあ、トイレも、ね、めんどくさいですね。イギリスとか行ったトイレットって書いてあるし、カナダ行ったらウォッシュルームって書いてありますからね。場所によって呼び方が違ったりするんだよね。はい。で、えっ、ー、と、May I go to the bathroom?、ね、行ってもいいですかトイレにねえー、Can I go to the bathroom? でも構いません。とこっちの方がまあよく使われるかな。で、上の方が丁寧な感じがすると。で、Can you clean the bathroom? はい。Can you? になったら意味変わりますよね。どういうことですか そう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 トイレ洗ってくれますかってことですよねこれねトイレ洗う能力があるのとはあんまり言わないですよねでだから日本語でもほらできるに近いじゃんねトイレ洗える っっっててていいうう意意味味さ洗ってくれるっていう意味を含んで使うことあるよねで結構キャンはだから日本語に近くて覚えやすいと思いますしまあ生活してたらね本当にしょっちゅう使う表現だから結構早く身につけられたキャンはで「Will you clean the bathroom?」っていうふうに「Will you?」も使えるよっていうふうに習ったと思いますあんまり日常そんな聞いたことはないですけどアメリカではでも一応「can you?」とか「will you? ね」ねでもうちょっと丁寧にすると「could you?」っていうふうに「could」にしてやるとですねまあ、過去形にしてやるとまあなんかでよく言うね心の距離とか言われて過去形にした方が 丁寧さが増すとかって言われるしあとはね文字数が増えれば増えるほど丁寧さが増すとかってよく言われるよね日本語でもそうですね「洗え洗って洗ってくださいあの洗っていただけますか?」ってことで「すね長くなれば長くなるほど丁寧さが増す」っていうのはこれ言語でよくあることです、えー、だから宇宙とか空中とかですねこれもみんな洗ってくれますかみたいな感じですけど「あトイレ洗うってもいわないトイレ掃除してくれますか?」みたいな感じで他にもまあ習ってると思いますが命令文で言ったりすることもできるでしょ s う、so, please clean the bathroom とかっていう風に Please で言うこともできますね。まあ、これ疑問文じゃないですけど、はい、Bathroom 洗ってくれませんかみたいな感じね。子供だったらね、よくね、say the magic words とかってね、これ Please つけ忘れるとですね、Please つけろってってね、習ったりするんですけど、pass me the salt とかね。 あの詩を取ってとかっていうので Say the magic word Please、ねはい、つけなさいって言われてですねででは Please つけて Please pass me that salt、ね、Please pass me that salt っていうふうに言い直されたりするんですけどただ気をつけてくださいねこっちの方がキャニューとかの方が丁寧ですやっぱり Please って言うとちょっとね強制度が入っちゃうこともあるのでもちろん使いますよ使うけれどもなんかやっぱり時にはね場合によってはちょっとやってくれみたいなですねお願いみたいなですねのが入る時がありますね えだから、すごい丁寧に言うんだと、Would you mind cleaning the bathroom? ですね。はい。うち u l これやりましたね。Mind ING ってですね。透名詞のところでやったやつですね。バスルーを笑っていただくことを気になさりませんかみたいなやつですね。で、大丈夫ですね。Yes って言ったら、そうそうそう,そう、ここねクリーンするの気に触ります。だから、いやですって言いますね。No って言ったら OK ですから、ね、No, not at all とかって言ったらあ、気にしませんよみたいな感じです。あただ言いましたね。そのネイティブも間違えるから、これはね。Yes と No 逆で言っちゃう人もいると。 ただ文脈でわかるって言いましたね、そんなね。これ喋ってる時はですよ、ラ,のライティングとかで間違いないでね。喋ってる時だったら、ノーって言ったら、ああ、嫌なんだなってわかるね。本当はノーって言ったら気に触りませんだから OK なんだけど、ノーって言ったら、あ嫌なんだなっていうふうに、そうそうそう。こうやって喋る時はあんま困らないです。はい。 で、これ有名ですね。shall we dance とかっていう,そう、shall we っていうね。一緒に何々しましょうかみたいな感じですね。よく使いますね。で、shall I?shall、ね、I make a reservation for you? です、ね、あなたの代わりにあなたのために予約しておきましょうかってですね。shall I は非常に丁寧な表現です。アメリカではほとんど聞くことはないですね。店員さんが言ってる感じかな。店員が喋ったりとか。まあこれだと秘書の可能性がありますね,ね、まあ。トラベルエージェンシーのね。その店員さんとか秘書とか、そういった、なんかこういう、いたしましょうかみたいな感じだと思す 思いますね、だトイックでもたったの1回しか出てきたことがないし自分自身テレビドラマを2回かアメリカ人が喋ってるのは聞いたことあるのでだから人生においてまだ3回しか聞いたことないので「シャライっていうのですね日本の教材では山ほど出てきますけどそれぐらいら実生活ではまだ聞いたことがない「シャライって言ってる人一度も見たことがないのであアメリカ人の場合ですねだからかなり丁寧な表現だっていうふうにしておいてくださいだ学校では習うんだけどあんまり行かない「シャーウウ w はしょっちゅう聞きますよルームメイトもしょっちゅう使ってたウィルソンもしょっちゅう使ってた「シャーウウ w とかですね「行こう」ってですね「シャーウ w e っていうことで、Let's go みたいな意味でいつも shall we? って言ってた。ご飯食い終わって行くかみたいな時も shall we? って言ってた。で、どっか買い物に行くみたいな時も shall we? ってよく言ってた。はい、じゃあ、社内の代わりにどうやって言うのって言ったら do you want me to? っていうふうに言うことが多いですね。do you これをわざわざ、あっ、ひっ<お>、ひですざわざ。 とかですね、だって、オートシーンには終日後の関係がないっやつ。私が県に電話をすることはあなたは望んでおりますかみたいに思ってるけど、だこの、シャ a l l と同じです。こういうのね。s h a l と同じような感じですね。だからもう、セットフレーズ覚えてください。だから、Do you want me to? っていうので、もうセットフレーズです。Do you want me to call Ken? って言ったら、私が県に電話しましょうかっていう意味です。あなたが私に電話してほしいと思っておりますかっていう意味ではありません。だから県に電話しましょうかっていうものだと思えばいいです。はい。 で、えー、より丁寧になると Would you like me to? っていうふうに言いますね Would you like me to call Ken? っていうわけです Want to? を丁寧にするとさ Would like だから so, Want to do? っていうのは Would like to do? と言い換えられますねで、こっちの方が丁寧な表現ですねだから Would you like me to call Ken?、えー、Ken に電話しましょうかっていう意味だと思ってくださいはい、次はメインですねドットをくっつけてみましょう、はい、You may not come っていあなた来ちゃダメだよってまうんです。You cannot come ですね。これもそうです。あなた来ちゃダメだよって言うんですね。あなたこう来れませんよって意味ですね。来ることできないよって。そうだから can は感覚としてやっぱつかみやすいですね。似てるから日本語と。来れないよ、ダメよ。こういうふうに、けん n とかになるとね、ちょっと文脈によるよね。k e な、may n o c ったら、けん n 来ちゃダメだよっていうかもっていう場面もありえるし、けん n 来ないかもよ。k e な、m a n ですね。来ないかもよっていう可能性もありますね。 でケンキャナカムっていうのもケン来ちゃダメっていう可能性もあるしあケン来れないんだよなんか用事やってっていう可能性がありますねそここの辺はやっぱ文脈が必要になってくる助動詞ってねそういうところがあるのでだから多分ね文法問題とかでも出しにくいんだと思いますね、はい、でケンマイナカムそうマイトにしてやればそうですね、えー、来ないかもしれないになりますね来ちゃダメの意味が消えるのでだからアメリカではやっぱマイトがすごくよく使われるわけですねでこのメインのさ場合はキャンで言い換えられることがほとんどだからでキャンが使われちゃうし でかもしれないの場面だったらこのマイトが使われることがかなり多いんでねだからそうアメリカではだからやっぱ丁寧な場面以外名誉あんま聞かないっていうのはそういうことなんでね代わりになるものがあるからと私は思ってますよ真相は知らないですあんまあ、出てますよそういう論文も一応出てはいますイギリスとアメリカの助動詞の使い方の違いとかっていうのは、えー、載ってる文法書とかもあります、えー、ケマースのカムこれは覚えてますねそうマストースノットはそうしてはいけないだしねこれ禁止ですからね ken 来ちゃダメよって言います。絶対来ちゃダメ。ken should not come. should だったら、そう、来るべきじゃないよってことですね。ken は来るべきではありませんって言います。で、まあね、should 出てきましたから、should もね、ちゃんと覚えておきますね。I should go home. わかりますね。そう、帰るべきだってですね、私帰るべきだよとか、should I buy the car? って言車買った方がいい。買うべきかなとかってやつですね。can should be here ってですね、こういうなると、ちょっとややこしいね ken はここにいるべきだっていう意味もあれば、ken ここにいるはずだよみたいなね。 そういったこ,こでいるかもしれないよみたいな意味のシュートもあるので気をつけてください。これもやっぱ文脈がないといけないわけですよ。結構だから動作同士の場合はすべきで状態同士の場合ははずだとかってなるんですよそうとは限らないのでどっちもやっぱり感覚的にあったりするので、ね、いるはずだっていう意味で使うこともあればいるべきだっていうこともあります。だからこれもそうです。Ken shouldn't be here って言った場合に k e はここにいるはずがないっていう意味かもしれないしここにいるべきじゃないっていうふうに使うこともあるんですよ。そうだからどうどうてねそういうやっぱ感覚 っていうのが結構大事になるわけですねだからそう「愛」とか「U とかの場合だとね意味がはっきりすることが多いんだけど主語がが三人称単数形だっっった場合どっちかなってなてるることが結構あるんですねなでそれは文脈で判断しないといけないです。はい、で「That should be true」ですねこれやったらわかるじゃんそれが本当であるべきだっていうよりは本当なはずだみたいになると思うよねこっちの方が合っているはずだっていうふうになりますよね。 で、同じように、that shouldn't be true って言ったら、それが本当なわけないよ、そんなはずないよっていう風になりますね。で、別に入試問題ではそんなに困ることはないと思います。はっきりするやつしか問われないし、そもそも問題自体もあんまり出てきません。ただやっぱ話しての気持ちっていうのが入るので、助動詞っていうのはやっぱ喋ったりするときにはとっても大事になるし、読んでるときにも筆者の気持ちっていうのはわかんなきゃいけないしね。そして会話問題でもやっぱこういうふうにいっぱい出てきちゃうので、会話問題で表現選ぶ問題とか出てきますので、えー、なので、えー、きちんと押さえておきましょう。 はい、ではですね、次ね、この厄介なやつを解いてみましょう。難しいですね。えー、何これってなっちゃうね。あ、これ覚えてますか heard we try? はそう出てきましたね。however、福祉のやつですね。懐かしいですか 私たちがどれだけ一生懸命やってもいてことですねこれハードが前に出てきてますねで私たちがどんだけ一生懸命やってもドアが何ってやつですねでこの時に「えー、ドアが開かないだろう」だけど「えー、どれドアが開かないドアが開かないかもしれないドアが開いてはならないあえー、ドアは開くべきではないええー」ってなっちゃうんですけどそうですこういうのね、えー、厄介なやつですね、えー、答えは。 これなんかね「意志のウィルって習うから「は」ってなっちゃうんですよ。まあ「あウィルって意志って意味がありますからね名詞ね意志とか遺書とかっていう意味があったりしますけどそうだからどうしても何々しないって習うんですよウィルノットでどううしても何々しないそうだからこれ「ドアがどうしても開かないって意味です。でもなんか「意志のウィルって習っちゃうからすげえ「ドアに意志がある感じになっちゃうわけですね。どうしても開かない あこれドアのですよ <laughs>、ね、みたいな感じになっちゃう、ね、プッチョみたいになっちゃうんですけどそういうふうに思ってる人がいるんですけどそうだから「医師の上っていう名前がな「うん」って思うんですけどそうこれどうしても何々しないっていう意味で覚えてください覚えになったんですね。 で、will not はくっつけと won't っていうふうになりますから、The door won't open とかっていうふうになりますね。なにこれ普通じゃないじゃん。そう。だから入手は出るんです。わかりましたね。そこ未来じゃないんですよ。これどうしても何々しないっていうね。う時に出てきますので、ね、知っといてください。で、それを過去にすると、The door wouldn't open ってなるんですけど、これは、そう。どうしても開かなかったっていう過去になります。 ね、厄介ででしょそうだこういうい表現があるんですよだ大い体いドアが開かないとかですよ、ね、鍵が開かないとかドアが開かないとかそういうのになるんですけどこれはだから知ってないと解けないですから、はい、なんで、まあ、理屈はありますけどその理屈を説明するよりも、ね、あそういう表現があるんだって覚えた方が早いですだドアをオープンで覚えた方がいいです。 これがですね普通じゃない未来のほらビルってったら普通未来のことを表すのに未来のことを表さないっていうのでよく出題されるんですねなんできちんと覚えておきましょうそう理屈はあるでもきちんと覚えていくで覚えてって使ってって感覚をつかむっていうのがこれが女同士のポイントだと思ってくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします それでは始まりました基礎英文法講座ですね今回はですねそうです上氏の3回目ですよいやあ、最近剣ばっか登場してねジョン出てきてないですよね前回も剣しかいなかったジョンどうしたさあジョーどうしたさあいきましょうはいおっと出てきましたね初めてですね正誤問題ってやつです間違いを探す問題ですね はい、下線部の中からですね、間違っている部分を選べと、1、2、3、4の中のどれかが間違ってるよってやつです。Because I had a practice a lot, I could win the game yesterday. っていうんですね、さあ、これの中から間違いを選べという問題です。知ってますよむずいでしょこれだって、正語問題、こ間違い探し問題でよく出題されるし、A 作文でもバンバン間違ってきますね。さあ、どこ間違ってるか気がつきました。知ってますよだって、助動詞の単元でしょだから助動詞が違うに決まってんじゃん正解。 <laughs> その通りなんですがそうですね何が間違ってるかわかりますかこれ「Because I had practice a lot ね」ねえ一生懸命練習したこれ問題ないですね。a lot って副詞で使えるんですよこれ知らない人多いですね。ねなんか「a lot」あ「あ区画だ」とかって思わないですね,ね区画の練習をしたとかじゃないですよ。うん で、ハードプラ a クテスですね。このがゲームに勝ったよりも前に練習してたから、ある過去よりも前が過去完了やりましたね。覚えてますね。はっきりしてる場合、どっちが先かはっきりしてる場合だと別に書かなくてもいいですね。I practiced a lot っていうふうに言っても大丈夫です。ねあこっちの勝ったよりもこれ前だって分かるので、文脈で。だから書かなくてもいいですけど、まあ、文法上はねこれよりも前、ある過去よりも前だからハードが入っているっていう感じです。で ええー、アイクル、ワンダーゲーム、イエスだ、これ、イエスだで、問題ないですね。イエスだで、副詞ですからね。ね、こんな、うん、インゲストでとか、オンゲストでとかじゃないですからね。はい。問題はそうなんですよ。このクッドですね。クッドを変えなきゃいけません。そう、どうすればいいですか。えー、実は、このクッドは。was able to に変えなければいけません。I was able to、ワンダーゲームってやつです。 で、be able to と can の違いっていうですね、そのマニアックなのはあんま覚える必要はないんですよ。だからほとんど can と be able to 変えられるっていうのでいいですね、I can sing well, I'm able to sing well みたいな形であんま考えなくてもいいんですけど、やっぱり過去形の場合はね、ちょっと目立つんですよ、違いが、ね。could は何でもかんでも使えるわけじゃないですよ、できたっていうので、何でもかんでも使っちゃう人がすごく多いので気をつけなきゃいけません。だから A 作文見てても、は っていうふうになることが非常に多いしさらには「ふえ」っていうですね <laughs> 同じかねえー、いうのが多いの見てて、うん、でこの正語問題でも問われることがあるので一応やっておきますねでじゃあ「I could」っていうのですねこの「could」が過去のことを表す場合はどんなんなんだってことなんですけど、えー、その場合はですねこういう感じです「I could swim when I was young」ですね、えー若かった時に 泳ぐこと私できましたよっていうですね、えー、能力ですねそういった能力があったよみたいな時に使う表現になりますね。でそれに対して I could win the game yesterday. 昨日のゲームに勝てたよみたいなですね一度っきりのですね動作みたいなのには使えないんですよ。1回だけやる動作これはほらスイムできた時間が結構長くあるわけじゃないですか子供の時は泳げたんだよってこういう能力持ってたんだよみたいな時には使えるんだけどだから「I could climb the mountain」とかねその山登のったよとかっていう時には使えないんですよ。 そういうときは、I was able to win the game yesterday みたいな感じに変えてやればいいわけですね。はい。be able to ですね。っていうので、やればいいです。まあ、他にもね、ちなみに使えるのは、こういうとき。I could hear the sound みたいな、近く同士っていうね、えー、状態同士的なやつとは相性がいいんですよ、こいつね。 でも動作には使えないことが多いので気をつけてくださいとにかく1回の動作の時には過去の場合 was able to にするんだ could はだめだって覚えておくと受験ではいいですね作文でも役立ちますちなみにね否定文だったら全然構いません couldn't になってる場合は気にしなくていいです I couldn't win the game でも構わないです1回のことでも使うことができるので、Though、I wasn't able to win the game でもいいし I couldn't win the game でもどちらでも構わないです その場合だったら別にどれでもね、このクッド使いますので、I couldn't swim とか、I couldn't hear the sound とかね、全然使うことができます。でですね、ちょっとね、厄介なキャラがね、ここ出てきてるんですよ。こいつね、これも英作文でめちゃくちゃ間違いやすいので、ちゃんとチェックしておきましょう。はいえー、ウォンってやつなんですけど、やっぱ勝つって思っちゃうので、結構間違いやすいんですよ。例えば、えー、どういうことが起こるかというとですね、まあサッカーとかがあったとして、 昨日の試合見た日本さ、フランスに勝ってたよ。ジャパンワンフランスとかって言っちゃいがちなんですよ。ね、でワンっていうのはこれ、あ、そうそう、発音ね。1ですからね。これ、ウンじゃないですかね。それ韓国の通貨になっちゃいますから。で、でワンなんとかっていうふうに言っちゃいがちなんですけど、ウィンっていうのはですね、勝ち得るみたいな感じですね。なんかこう、フランスゲットだぜみたいな <laughs>、ねえー、いう感じで、相手を倒すっていう意味にはならないんですよ。相手に勝つとは言えないんですね。だから、ワンだったら、 賞を勝ち得るとかですね。ゲームを勝ち得るみたいですね。そういう時にしか使えません。だから賞とか試合を取るんだ。ワンダーマッチとかさ。そういうふうに賞だったり試合っていうのが来るんだ。ウィンの後ろにはっていうふうに覚えておいてください。それが勝つだって言うんですね。相手が来てる場合だったらディフィートとかビートっていうのを使います。だから Japan defeated France とか ジャパン t ー r フランスとかだったら大丈夫です。こういうふうに相手が来ている場合はこういった形で覚えておいてください。で、ね、オポーネントとかね。I defeated the opponent、ね。相手を倒した。I beat the opponent ですね。ビート。まあ、まあビートだったら殴るの本当の可能性もありますけど、アポーネント。相手をやっつけましたみたいな形で使うことがあります。なんでこういうので知っておいてください。で、オポーネントっていうのを間違いやすいです。このオポーネントっていうのはそう相手って覚えるんですけど、 これが相手ってこれオポーネントってね反対オップ反対ですね,これね、オポーズってこれ反対するあるじゃないですかそうですこれですよだから反対側の敵なんですよこれ、ね、エネミーのことなんですよ、この相手っていうのねそれをこれただただ相手だって覚えてる人が多くてで、えー、私は相手に電話しましたみたいな話をポーネントとかってね普通に英作文に出てきますからねねやめてくだださい、ね、そうだから和文英訳っていうのあるじゃないですか日本語、英語のすやつあれで でコミュニケーションっていうのでよく出てくるんですよ相手に思いを伝えるとかさ相手とコミュニケーションを取るとかっていう時に「We can communicate opponent」えー、ウィーみたいなのがいっぱい出てくる、ね、間違いだらけですねでここの WithD ってついててもやっぱ変だよね WithD opponent って、ね、相手って、ね、敵,敵とコミュニケーションを取るみたいなのがいっぱい出てくるので え作文で気をつけてくださいね。えー、相手って言った場合は、others とかさ、ねえー、他の人たち、other people とかさ、そういうふうにやればいいわけですよ。はい。だから、I was able to win the game っていうふうにしてくださいね。これね。I could じゃなくて、I was able to っていうのにしましょう。で、win も厄介ですよって。やつでし <laughs> はい。では、最後の問題いきますね。You なんとか come with me って言ってますね。はい。need, don't need, need not, doesn't need to。ややこしい。そう。 だから出るんですよ <laughs> 本当に厄介ですね。はい、これも、えー、覚えておかなきゃいけない抑えておかなければいけないやつですね。えー、あなた一緒に来なさいよ。う need 確か助動詞あったな助動詞の need で need come with me って言えんじゃないのっていうので間違いです。はいねさようなら 知ってますだってこれ英作文で出てくるんでもこうやって書く人「ニードカムニ」みたいに書いてね,ねあなたは一緒に来る必要があるとかってやっちゃうんですけどはい、えー、答えは「ニーっッですねはいこれが正解ですねえー、そう「助動詞のニード」だっていうところまでは良かった結構知らない人が多いんですが「えー、助動詞のニード」は平常文で使えません普通の文で使うことはできません、ね、疑問文か 否定文で疑問文はほぼ出ないです入手では出てこないので否定文で使うと覚えておけばいいですそして一つ言っておきたいのはイギリス英語アメリカでは使えませんですね「ニードノットカムとかって言わないでえこれ「ドンニードなんか良さそうじゃないですか助動時に「ドンとはつけられないでしょ どんとってくっつくってことは、これ普通の need ですよ。普通の動詞の need だから、こんな形じゃないです。あ、to ついてるんだったらいいですよ。don't need to。これだったら普通の動詞の need に to 不定詞がくっついてるっていうので、えー、それで大丈夫です。need to do だったら OK ですね。で、d o e s n need to あ。あ、おい、to ついてるじゃないですか。これいいんじゃないですか。いや,いや、d o e s n と言うですよ。you doesn't とおかしいですね。えー、だからこれもこれもありえません。はい。で、これ you need not come with me ですね。来る必要はありません。もしくは you don't need to come with me って言えばいいですね。 はい you、need not come です、ね、くっつけるのは needn't ですね。まあ全然アメリカでは聞かないですだから。<laughs> needn't と聞かないから needn't なてもっと聞かないですね。と、はい、いうふうに言う。えー、そして、えー、don't の場合は don't need to で to がくっつくんだよってやつです。いいですねえー、上の方は乗動詞。 下の方は動詞の need、ね、ne なんで後ろに動詞の原型置けないでしょ助動詞の後ろだったら動詞の原型は OK ですけど動詞の後ろに動詞の原型は変ですね動詞2つっていうのはほとんどないですだからちゃんと TO つけてやんなきゃいけないわけですよだここが問われるわけですねで普通の動詞の場合は「YOU need to come」ですね,ね TO 必要ですからね 言いましたね助動詞の need はダメですよ、ね。you need come はダメです。ね、you need to come というふうに to をつけてやらなきゃいけません。ね、だややこしいわけですよ。助動詞と普通の動詞でこういったややこしい違いがあるのでここをきちんと押さえておかなきゃいけないわけですね。うわ、ややこしい覚えられない。知ってますよ、皆さんがね。こなんで覚えられない文、ね、で覚えないからですよ。助動詞の場合は not をついて後ろに動詞の原型。普通の need が動詞の場合は don't need to。 言ってやるからでしょ、ねはい、そうやって覚えるからわ訳分かんない、ね。例文で覚えれば簡単じゃん。You need not come.、ね、来る必要ないよそれに対してこう、You don't need to come っていうふうに覚えれば OK ですね。はい、you need to come.、ね、これで You need to come じゃないですね。You need to come っていうふうに具体例で覚えてください。あちなみにそうですね。Don't have to みたいな、ね、やつももう習いましたよね。来る必要はないよ。You don't have to come でもいいですね。はい、微妙な違いのニュアンスが知らなくてもいいですね。ね 同じような意味で使えばいいんだなって、you don't have とか、ああ、ちなみに you must not come だったら、そう禁止ですね。来てはいけないっていう意味ですね。えー、という形で、must と have というの違いもやりましたよね。はい、こういった形でさまざまな浄動詞やっていきましたうどもね、この need っていうのがね、非常にややこしいとアメリカでほとんど使われないけれども、よく出題されるので覚えておきましょう。はい、次回はですね、さらに情動詞の厄介なやつを扱っていきたいと思います。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始まりました。基礎英文法講座ですね。今回は常動詞の4回目までやってきました。さあ、では行きましょう。はい。you なんとか come to the party last night ってやつです。はい。should, may, might, should up っていう風になってますね。さあ、どれが正解でしょう。はい。では、見ていきますね。まあ、見抜けた人はね、えー、すっと見抜けたと思うんですけど、そうですね。このね、should って書いてあったりとか、might で、あ、知ってるこれね、last night って来てるから、 これ過去の話来てる昨晩だからね。だから、あ、そういえば、シュッドはシャルの過去芸だったよな。えー、メイはマイトの過去芸だったよなって思っちゃうんですけど、はい、ダメですね。こいつ、パーティーに来るべきだよって言ったら、これからのことになっちゃいますよね。パーティーに来るかもしれないよと。メイとマイトもそうですね。かもしれないってやつですけど、これは過去のことは基本表しません。なので、そうです。シュラブ。 こういうふうにハブがくっついたキャラクターっていうのが出てきますはいかりま今回はそうです助動すすすハブ過去分でこの「カム」って「過去分詞」この come って過去分子ありますからねこいつを覚えておきますはい「You should have come to the party」っていうやつですねそのパーティーに来るべきだったのに来なかったですこれこれねめちゃくちゃ出題されるんですよすべきだったのにしなかったって意味ですので気をつけてくださいこれだからしてないんですよ You should have come to the party って言った場合は来てないんですよ。ちゃんと一人ですね。ここが狙われるんですよ。じゃあ、こっちはどうですか ?You shouldn't have come to the party という形で、はい、not がくっつきましたね。これは、そう、来るべきじゃなかったってことですね。のにしたってことですね。そう、だからすべきじゃなかったのに、お前しやがったなってことですね。 パーティーに呼んでないよ、お前なんて。なのにお前やってきてパーティーをめちゃくちゃなことにしやがって、お前何してんねんみたいな感じになるわけです。だからここ気をつけてね。そう、上の方は、you should come to the party ですね。パーティーに来るべきだった。でも実際はしてないんですよ。 だこれいいですね。この長文の内容1とかで気をつけてくださいね。してないんですよ、これね。で、それに対してこっちはすべきじゃなかったのにしたっていう意味になります。この助動したすはぶたす過去分子の問題で一番よく問われるのがこいつなので、きちんとまずは押さえておいてください。 本当にね、シュートってめちゃくちゃよく使うんですよ。まあなんかね、日本だと、まあ、すべきって、べきって訳すから、すごく強い表現に聞こえるんですけど、めちゃめちゃ使う。普段の生活で。you should go to the party とかね、行った方がいいよぐらいなですね、感じで使えます。ものすごくやっぱ喋ってると、うん、まあ毎日聞く表現ですやっぱシュートってね。だから日本語ほど強いイメージではないね。本当によく使う。このハブって非常に弱く発音されるので、だからこうですね、シュラブですね。まあシュラブって合体させても使うこともありますし、 こういうふうにユーシュラっていう形になることもあるし、あとはね、これ、やんないでね、作文とかで。ネット上ほら、コメント欄って、YouTube にもさ、あるじゃないですか、コメント欄って。まあ、皆さんが書くほら、切ったな、汚いさ、こと書くやつですけど、そこにも結構出てくるんですけど、この表現で。こうやって書くネイティブがかなり多いですね。ユーシュラブ、カム。やんないですね。やっちゃダメですよ。そう、もうこれ、そう、ハーブとオブってもう、ほぼ同じ音で発音されてるから、ユーシュラブってもう H ほとんど発音されてないんですよ。だからユーシュラブ、 いいいうのでででっって書いて書る人めちちちゃ多いやっちゃゃく多やすよ絵作文では同じようにこうやって書いてる人も、ね、優秀だっていうのでオブの部分もほとんど聞こえないからこのアブの部分もほとんど聞こえないから「シュっていうね優秀だかんっていう風になってることもありますねここがもう音くっついちゃってだからこうやって書く人もいるけど絵作文でやんないでくださいうこ,こいつはちょっと忘れてください <laughs> ただネット上ではすごく見かける本当にこのオブはよく見かけるんですよ で、他の表現ですね。can I have come to the party だったら、これだったらどうですか ?may have だった場合は。そう、したかもしれないっていう意味ですね。こうですね。Uh, can パーティーに来たかもしんないよっていう意味です。can might have come to the party ということもできますね。まあ一応、m h t の方が may より可能性が低いとは言われますが、言いましたね、アメリカ人かなり m h t を使うことが多いと。 Can, could have come to the party? c o u l で言うこともできます。これも可能性が低いときに使う表現ですね。あまり入試で問われることはないと思いますが、一応念のためにやっておきます。じゃあこっちはどうなりますか Can, must have come to the party? って言った場合は、そう、これは違いないのやつですね。Can はパーティーに来たに違いなかった っていう意味のやしなければならないの意味にはならないので、気をつけてくださいね。そう、マストハブの場合はこのね可能性の方の意味になってですね。しなければならないの意味はありませんので、お気をつけください。じゃあ、ほら have to の過去形の how to だったら、そうしなければならなかったですね。はいだから。 上の方は下に違いなかった、ね。こっちはしなければならなかった。意味が違いますね。can、I、have to come to the party って言った場合はしなければならなかったんです。must と have to の違いは前に、ね、動画でやってますのでそっち見ておいてください。じゃあほらこれはどうなります ?can cannot have come to the party って言ったら そうそうそう、覚えてますね。この must be と cannot be の違いっていうところでやったやつですね。must be だったらね、that must be true ってね、本当に違いないです、ね。that can be true って言った場合、本当のはずがないですね。ただこいつもはずがないって意味です。なんでそれにハブがくっついて、パーティーに県が来たはずがなかったっていう意味ですね。なんでこの must have の本当逆みたいな意味になりますので、must have 過去分子、cannot have 過去分子が逆のようになるってやつです。はい。なんでこれは まあ、覚えておくとですね、問題解けるときとかあるので知っておくといいですね。can could not have come to the party っていうのも、これもまあ来たはずがなかったみたいな感じ。まあ、この cannot みたいな感じで使うことができる。入試のやつではほぼ出ないと思いますけど、使われることのある表現です。で、まあこいつらはね、そう、この could とかさ、家庭法の方で出てきますので、そっちの方が重要です、入試では。can はパーティーに来たはずがなかったっていう同じような意味になります。 はい。ではですね。はい。今日のスーパー重要単元ですね。はい。there, なんとか be a library over there. さあ、どれがありますか ?would, had, used to, need.、ね、さあ、どれが入るか分かりましたかね ?be a library over there ですね。まあ、there is 構、cool、文とかってやつですね。あるとかいるっていうのもやりましたね、前に。で、助動詞が would, had, used to, need ってなるわけですが。まあ、まず、had, be なんておかしいですよね。なんで had の後ろに be が来る。そんなのありえないって分かるし、need もおかしいですね。 助動詞の n e e っていうのは教えましたけど助動詞の n e e はそうそうそうやりましたねこれは否定文とか疑問文で使う平常文では使えないよつっ,ったからこれは消えますで残ったのは would と used to さあどちらが入りますかって言ってそうどっちもねこれねかつて何々したっていう風にね覚えちゃってるので、ね、over there ですねそこに まあ一応日本ではこれが主語だって教えることが多いので、こっちを主語にしますけど、はい、ね。え、やりましたね。their, b 動詞があって、初登場名詞があって、場所っていう形で一応覚えときましょうって言ったやつですね。だからそこにライブラリーがあった。かつてあったで、え、would と used どっちだっていうふうになっちゃうんですね。答えは used.、To. になりますので、there used to be a library over there っていうふうになります。えー、なんで would もうかつて何々だったって習ってるんですけど、そうですね、そうやって習ってる人いっぱいいますよね。だから、きちんとこれね、違いをやっておかなきゃいけません。ですね、<noise> この library が。なぜ used to だけが OK で、w o l d は使えないのかっていうのをやらなきゃいけません。多くの人がですね、used to ばっかに注目してるから、これね、わかんなくなっちゃう人が多いです、ね。used to っていうのは過去と今のですね、対比を表すんだ。だから、there was a library over there って言ってもいいけど、there was a library over there よりも、there used to be a library の方が今はないんだよっていうのを強調する。 うん、合ってますよ。そこに注目しすぎちゃったせいで、わかんないんですよ。ね。ウッドとの違いっていうのがわからないっていう人が多いです。じゃあ、そっち行きますね。はい。では、行きますね。何がチョーク入れ。あ、これもういやいや、うん <laughs> <laughs> はい。<laughs> メントスコーラーに夢中になって聞いてないの話。<laughs> で行きますね。だから、この、 ね、かつて何とかしたもんだっていう Wood の方なんですけどこっちの方がむずいんですよ実はなのにみんなユー u u s e to の方ですね注目がいっちゃうからだからよく分かんないんですね Wood っていうのはですねまあ I used to go fishing って言ってもいいんですけど I would often go fishing みたいな形で言うこともできますねこの Wood が使える条件って実はいっぱいあるんですよこのかつて何々したもんだっていう Wood だって Wood 自体ほら意味がいっぱいあるでしょだからこいつが そのかつて何々したもんだっていうふうに分からせるためにはですね、ある条件が揃ってないといけないわけですよ。どうやってやるんですかまず、主語が人じゃないと無理です、基本はね。主語が人じゃないときには使わないんですよ。まあ、いろんな意味があるからややこしいんだけどでね、人だからといって、あまり判定できないんですね、これが。そういう意思のときに出てくるよとかっていうのでやって、まあ、擬人化されたやつは使えたけどさ、こうね、I wouldn't go とか絶対行かないっていうのを感して、ドア wouldn't open ですね、ドアは開かなかった。 ってね、いろいろあったりしたじゃないですか。もう一個、ここに頻度を表す副詞がいることがほとんどですね。ね I w o u l often っていうふうに、off っていう頻度を表すキャラが出てないといけないことが多いですね。絶対じゃないけど、自分がそもそも高校で習ったときに、教科書にはこれしか出てなかったですよ。Would often の形でしか載ってなかったですよ。で、そんなこと言ってって例外あるじゃないですか。いや、わかりますよそれ。小説とか確かたくさん出てきますよ。出てくるけど、小説にはちゃんと、ね、時間表現とかで、 もう分かるよようになってんですよかつて何々したっていう過去の習慣だって分かるように書いてある時には出てくるんですね。あいだらまずいいですね。はいこういった形で人が主語であるそして頻度を表す副詞があるでそれでもって動作同士になりますのでだこの3つが必要なんですよ。人間ががいてて頻度があって 動作動詞っていうのがあるんですね。こういう時にしか使えないんですよ。だから何でもかんでも使えるわけじゃないので気をつけないといけません。ウッドですねで。こういう条件があった時に、はい、よく釣りに行きましたよとかってやつです。でそれに対してさっきのやつはさっきのやつはそうですね。まず人じゃないじゃん、もうそもそもね。There used to be a library って言ってて、Library 人間じゃないし、さらに used to be ですね、ほら。ね、汚い色になってしまった。 there used to used be ってこれ状態同士ね。B e 動詞っていうのは最も有名な状態同士じゃないですか。だからこれを見た時に、あ be 同士来てるから Wood は使えない。主語は人じゃないから Wood は使えないっていうふうに思わなきゃいけなかったわけですね。はい、だからもちろん過去との対比っていうのが出てくるんですけど、こういった意味もあるっていうのを忘れないでください。 はい、でだからここに I used to go fishing でも構わないですよ。その場合は、かつてはしたけど、今はやってませんっていうニュアンスが入ります。それが、would と u s e d to の違いって言って、多くの人がですね、would、過去の習慣、u s e d to は過去はこうだったけど、今は違うしか覚えてない人が多いんですね。だからこの would の使い方を分かってないわけですよね。ね過去にこれやったよ、よく何々したよっていう場合は、人で頻度があって、動作同士っていうのが実はあります。で、最後。 Go プラス ing ですね Going だこれ Go to fishing にしないでくださいね Go fishing って言います はい、で、そうするとね、ああ、なんか GoPlus ING っていうフレーズですね、出てきたって言って GoING っていう風に暗記しちゃう人ね。その暗記しちゃダメですね。何でもかんでも使えるわけじゃないですから、ここね、こういうのを覚えるとどうなるかって言ったら、あ仕事に行く GoWorking とかて出てきちゃうので、無理ですとそんな風にね、言えません。GoToWork だったらいいんですけど、だからここをきちんと覚えておかなきゃいけませんね。使えるものが限られてるんですよ。例えばまあ GoShopping とかって有名ですね。 はい、go s ピン p って知ってますよね、当然ね。はい、そうです。ああいうやつ。これショッピングに。あ、まあこれネイティブが日本人が間違える英語ランキングベスト3に入りますからね。go shopping、go to shopping ってなんで日本人が言うんだってしょっちゅう聞かれました。go、ね、shopping、ショッピングしに行くっていうふうに、ね、ヨカでやるものです、基本的には。 よかろうもんじゃないで,い,いですね。よかよかじゃなくて、暇な時にするものだと思ってください。だから、ワーク、仕事は暇な時にするものではないですから、w o ワーキングとは言わないです。go f フィッシングとか s h ショッピングとか w i スイミングですね。泳ぎに行く。 そういう時に使う。い時にに使ととかね。ボーリングに行くハンティングしに行くとかそういう時に使うんだっていう風に知っておいてください。あでちなみにあれそうそうそうこれもね質問に来る人がいるんですけどこれなんで P2 つになるんですかとかね M2 つになるんですかって言われるんですけどここに詩音を2つ重ねることによってこいつアルファベット読みじゃないよっていう印です。えどういうことかって。もしこの P がなかったらですね。 一個だけだとこれ、ショーピングになっちゃうので、これ二個にすることによって、シャーペンだっていうふうに分からせるんですよ。これもそうですね。これ、もし M が一個だとこれ、スワイミングになっちゃうので、I、アルファベット読みになっちゃうんで、二個重ねることによって、これは I の音じゃなくて、E の音ですよっていうふうに教えてくれるんですよ。知らなかったでしょ実はこの二つ重ねるルールっていうのもあったりするわけですね。はい。こんな感じですね。まあ、この一文だけでもあなたに教えてくれることはたくさんあるわけなんですよ。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 は始まりまりした基礎英文法講座女同士のいよいよ最終回になりますね。女同士 GO! に行ってみましょう。はい、いきますね。長嶋 GO! みたいなですね。まあ多分ね、今回の動画でですね、だいぶ日本の英語教育教え方変わるんじゃないかなと思ってます。それぐらい結構センセーショナル知らなかったっていうですね、英語の先生たちも知らないっていうのが多いとこなんで、では見てみましょう。はい、c a n なんと Walking to the Party。 書いてますね。they had not better ought to not, would rather not, does not need. うぅ、ややこしいさあ、めちゃくちゃよく出るやつですね。できましたそうです。この not の位置ってやつですね。これはめちゃくちゃよく出題されるんですよ。 で、まあ、どれも、ハドペッターとか、ウッドラザーとか、ニードとか、オート2ーなんかして、パーティー行くなっつってんだろうなっていうのは分かるわけですよ。ね、パーティー行かない方がいいよっていうふうにああ言ってんだなっていうのは分かるんですが、意味はそうなんだけどね、文法ですね。ノットの位置が正しいやつは一体どいつだっていうわけなんですね、実はね。 4に関してはね、もうすでにやりましたね。Does not でやるんだったら Does not need to っていう風にしなきゃいけないでしたね。で、助動詞でやるんだったら Need not でやるんだって言いましたね。こねえー、助動詞の need は肯定文では使わないよ否定文で使うんだよって言いましたね。Need not come to the party ただし、イギリス英語です。アメリカでは使わないよっていうふうに話をしました。はい。なんで、こいつは消えると。で、残ったこやつらなんですが、正しい位置に not がいるのは3番だけです。Rather not だけです。 他のは全部ここになるんですね。はるべらなっと、ought not to っていう形になります。詳しくやりますね。ここさえ覚えちゃえば解ける問題っていっぱいあるんですけど、それだけじゃなくて、今回はちょっと詳しく見ていきます、こいつらを。はい。can w o rather not come to the parties ね。can はパーティーに来たくないよってやつです。はい。まあ、would rather not の語順ですね。

え、わからないですかはい、これが元々の形なんですよ。え、would ですね。この代名詞と合体するときは d o に変わるから、だから heed ね。i'd, you'd, heed, we'd っていうふうになりますね。で、would rather come to the p a r t y ですね。そう、元々はこの would rather っていうのはですね、この than っていうのが後ろにいたんですよ。ね。まあ、今でもいて使うことはできるんですけど、家で 勉強するよりもパーティーに来る方を望みますっていう風に言って、この A と B を比べてるわけですね。で、パーティーに来た方がいいところでね、家で勉強するよりも、B よりも A した方がいいよっていう意味なんですよ。で、そこで、 はい。この B の部分がなくなった場合は、He'd rather come to the party, パーティーに来た方がいいよ、ですね。そこの not がここにくっついて、He'd rather not come to the party になったわけですよ。だからこれがなかったら、はい、パーティー来た方がいいですよ。で、そう。これだから、not がですね、こっちにくっつくと思うから、よくわかんないわけですよ。そしたらほら、would って助動詞があるから、助動詞の後ろに not くっつくって思うでしょ。そうじゃないんですよ。こっちね、塊がこっちだから。 これですよ。not come to the party の方がセットなんですね。だ後ろには than come to the party っていうのがあるみたいなもんだと思ってください。パーティーに来るよりもパーティーに来ない方を選んでるわけですね。こっちの方がいいよってですね。こっちの方が、まぁ、あ、まだむしろっていうのは知ってるじゃないですか。パーティーに来るよりもパーティーに来ない方がいいよっていう風になってるわけですね。ややこしいと思ったけど、そうなんですよ。これ こっちなんですよノットの塊はこっちなんですね。この not come to の方になっているわけですね。はい、同じですね。これ、剣になってるだけですから。剣はパーティーに来るよりもパーティーに来ない方がむしろいいんだっていう風にそっちを選んでるわけになるわけですね。だからノットがここにいるわけ。 はい。で、ハドベターの方に行きますね。これも知っとかなきゃいけないんですが、はい。これがね、まあちょっと、教育業界変えるかもしれないやつなんですが、ハドベターって表現ですね、使わないんですよ。ええー、ってなると思うんですけど、だからこのうちのネイティブがさこの作ってるわけですけど、教材ですね。彼ね、日本に来るまでね、ハドベターっていう表現を知らなかったんですよ。 ええー、どうなの誰でも知ってる。中学生でも習うのに。そうですね。日本だとそうですけど、had better っていう表現は日本に来る前に全く見たことがなかったっつってたんですね。え、じゃあないんですかいや、あるんですよ。あるんだけど、この形しか見ないからですね。もう do になってるやつしか見ないんですよ。you'd better.、まあ つまりは代名詞があって、do っていう風に縮約されてる形なんですね。使われるのは。だから、ハドって形では使わないんですよ。だから、you had better come とは言わない。you'd better come っていう風に言うわけですね。had b ハドベタ r って言ってね、なんかね、強制の意味があるから、気をつけろ。目上の人には使うな、みたいなのばっかり日本では注目されてるわけですけど、そこじゃないよ。そもそもね、普通の人が来て使うことはほとんどないです。ほとんど代名詞と一緒に使うんだっていうのを知ってるわけです。で、だから、ハド自体が出てくることはほぼないんですよ。だから、から you <'d S 2> っていう、 ウィールっていう形で使うんだと思ってください。で、さっきはウッドでしたけど、そう,、ね、そうウッドの合体した宿夜形もハデの宿夜形も同じ形なんで気をつけてください、ね、はい、そこを判断しなきゃいけないですか。では、you better come っていう風うに言うわけですね。はい、来た方がいいよって言います。で、じゃあ来ない方がいいっていう場合は、you better not come なんですね。ここに来るんですよ。これもさっきと同じような感じです。はい、これあなたは来ない方がベターだよ。 っていう意味になりますのではい、気をつけてね。だからほらハードだったらあね。ハドプラスで英語プラス過去分詞見たことあるなとか思ってハードの後ろに置きたくなっちゃうんですけど、置くことはありません。こっちに行きますね。こうない方が。 ベターなんだよ、ね、で、これ、まあ、特殊な形ですから、昔は全然違う形をしてたって言われてますが、え今はこういう形で、何これ、比較級の後ろに原型がある、ハドの後ろに原型がある、へーみたいな感じなんですけど、そうです、こういう形で使います。えだから、まあ、確かに、まあ、強制の意味とか強いよとかっていうのは、習うことは、まあ、習うってると思いますが、まあ、まあ、友達同士とかではめちゃくちゃよく使う表現です。で、さらに言うと、え o ベラカンっていう形で、do の部分がなくても OK です。めちゃくちゃよく使います。カ e ンですね。はいこれですね。もうだ ハードの部分が取れちゃってて、You better come だけで使うこともすごく多いです。ではこれを否定にすると、You better not come。でこれはあの高校とかでは習わないとは思うんですけど、めちゃくちゃよく使います。普段の生活ではすごくよく使うんで、まあ、知ってて損はないですよね。で、こういう場合、do を省略した場合であれば、人を置くことはできますね。 えー、can come っていう形で、えー、人の名前を置いてやることはで,きますでもまああまり見かけることはないと思いますのでそうだから can had better come とかっていうのは使わないよそもそもね聞いたことがないでだから基本的には代名詞と一緒に使うんだっていうのを知っといてくださいユ、えールとか祝約系で使うかもしくはそのドゥを取っ払ったベターだけで使うんだっていうのを 知っといてください。はい。だかハドベターっていうのは入手問題で見てたら、文法問題だとなんかよく出てきますね。読解ではほぼほぼ見かけないと思いますよ。でだから、このハドベターっていうのがそもそも使わない。まあ、基本喋るときに使うことが多いですからね。ただ、今ネット時代だから、ほら、書かれることも多いので、その時にハドベター見かけないですよ。ドゥベターかベラっていうふうになってると思います。これで、ハドベターに関するね、教え方が変わるんじゃないかなと思いますよ、日本の。だから、英語を置く場合は、canbetter not come っていう形になりますね。はい。だこっちが塊なんですからね。 間違いないいででください派手の後ろではありません、はい、次ですね。you ought to come to the p a r t y、ね、はい、r e o どうですか習ってますかそうですね。should の硬い版ですよね。えこっちが should よりも硬くなるっていうやつです。A, you ought not to come to the p a r t y ですね are to の間に not を入れなければいけませんので、ちゃんとしておいてください。aut to not ではなく、aut not to ていう形で使うっていうのも、きちんとこれも覚えてください。方語だとね、なんかもう、あらとかってよく言いますね。これもう本当合体しちゃった感じで買う人もいます。 はい。では、最後。助動詞の最後は、嫌いな人がすごく多いやつですね。そうです。これですね。May well, may as well, might as well, might as well, v1 as v2 とか言ってね、このくっそややこしいやつですよ。知ってますよ。わかりますよ。自分も習った時には、はぁ、なにこれって思ったし、学校で教える側になったりとか、塾で教える側になっても、なんじゃこれみたいに思ったのをすごく覚えてます。非常にややこしいやつですね。で、入試っていうのは、これよくわかんない。ややこしいとかっていうの 問いたいいたわけじゃないですかだからこいつら出題されるわけなんですが減ってますね出題自体はねその辺のことも話していこうと思いますねでこれがややこしいのはこうやって覚えるからですねなんか増えていくよっていうふうに覚えるからだからややこしいわけですよそうだややこしいものをややこしく教えるからややこしいわけですよね実は大したことないです大したことないからちゃんと今日学んでくださいはいまずこれですね「m a y w e l l の方ですね「You may well be right」 っって言って言ますねはいこれどういうういい意味だかおすすんねねこここれれあんた正しとと思うよってことで,す、ね、でこれは、えー、どういうことかっていうと「名、えー」may、をちょっと強めたやつだと思ってくださいこ強調したんだなって思ってください「You may be right」って言ったら「うん正しいかもしれないね」で「well」がくっついて「うん正しいかもしれないね」そう、日本語役にするのは難しいんだけど ちょっと強くなったんですよ。可能性が上がった感じです。まあ、おそらく、うん、あなた正しいと思うよっていう。そうです。このウェルは、だから強めてんだなと思えばいいです。それだけで構わないよ。だから、You may well think Ken is American ですね。で、これ、当然だって訳される時がありますよね。こっちね。かもしれないの強調版っていうので、で、下は当然なんとかだってやつなんですけど、これ、だからウェル、ちょっとまずどかしてますね。You may think Ken is American ですね。県がアメリカ人だとあなた思うかもしれないよね。も県の喋り方とか、県の アクセントがすごいアメリカンアアクセントだからアメリカ人だと思うよねって言ってるわけですね。思うかもしれないよ。で、それを強めてるんですよ。だから役でなんか当然なんとかだとかっていう風になるわけですね。県をアメリカ人だと思うのは当然だとかって訳されるわけですけど、そういうことですね。かもしれないが 強くなったんですよ。だから当然そうだよね。当然思うよっていうのはそういうことです。だからあ強くしてんだなと思えばいいんですよ。どっちも。あ、メイを強くしたんだなっていうふうに思えばいいです。そう。だから二つ、まあバラバラに覚えますけど、まあ同じようなもんだと思ってください。両方ともただメイを強めただけなんだっていうふうに思えれば、これは全然難しくないです。で、次なんですが、これ might as well でも、mey as well でもいいんですけど、あいつから覚えるんじゃなくて、こっちから覚えたきゃ楽なんですよ。might as well アズのこっちの方から覚えておくことをお勧めします。 なぜなら、このやつと、マイターズベルだけしか出てこないやつって、同じ構文だからなんでしょうだから知っておけば簡単です。で、これ有名ですね。You might as well throw your money away as lend it to John ですね。はい、これで読みたらわかりますね。これは、ジョンに、イットが刺すのは your money ですから、お金を貸すですね。ジョンにお金を貸すことは、 これと同じだって言ってますね。アズベルですからね。はい。同じだ。で、トロギアマニアワイですね。お金を捨てちゃうことと同じだ。そう。だから、ジョンにお金貸したら帰ってこねえよって意味ですね。ダメ人間ですから、こいつなんですね。そうね。帰ってこないんですよ。だから、この、B することは、A も同然だとかって訳されるのはそういうことです。それと同じだよ。で、さらにこれがもう一個の役になるでしょ。そう。もう一個の役っていうのは、B するくらいだったら、 A した方がいいとか、A した方がましだとかっていう風うに訳されますよね。で、知ってますか ?Might as well って何て訳されます、A、?Might as well v って、した方がいいって訳されるでしょほら、これは同じじゃん、結局。これですね。こっちの b のこの後ろの部分がないだけですから、その Might as well の構文っていうのは。だから、 なんか知らんけど、Might as well を覚えた後にこの公文を覚えて、わけわかんないってなるんですけどえ、Might as well とこの Might as well V1 as V2 っていうのは同じ公文ですから、同じもんなんで、ね、それでわかればいいわけです。理屈は簡単ですねで。B するのは A と同じだ。だから、B するくらいだったら A した方がいいよ。ね、A する方がいいっていうふうになるわけなんですが、使わないっすよ、全然。<laughs> 普段の生活は使わない。だから入試問題減ってるわけですよ。こうやつ見ないじゃん。えー、じゃあこれ使わないんですかまあ、使わなくはないし、まあ、入試時に絶対出ないとは言い切れないから、一応やっておいた方がいいですけど、比較のね、あずあずとかいずれやりますが、だから普通使う場合はこうです。I a g i n g to lend money to John? え、ジョンにお金貸すの ?You might as well throw it away ですね。え、それ捨てちゃうのと変わんねえよっていう時に使うんですね。捨てんのと同様だよっていうですね、いうふうに こういうふうに捨てんのと変わんねえよ、そんなことしたらっていう形で二分に分けて使うことがほとんどです。わざわざこんなふうに合体させて使うことはほぼほぼない。ね、だからうちのネイティブに作れっつってもね、一分も作ってこなかった。作れない。知らない。って言って。でだからこういうのだったら言える。二、ね、分にするんだったら言えるけど、一分では言わんから作れない。っつってね、あ、throw away 大丈夫ですね。あの語順としては throw away your money でもいいですよ。 どっちでもいいですね。その語順。throw away your money っていう語順でもいいし、throw money your away っていう語順でも OK ですねで。それに対して代名詞が来ている場合は必ずこの語順ですかね。throw it away の語順じゃなきゃいけません。ですね throw away it とは言えません。まあ、この辺に関してはね、他にもいろんなキャラクターがあるんで、まあ、いずれやると思いますけど、turn on とかね。turn on the radio とか、turn the radio on は OK だけど、turn on it はダメですね。turn it on、turn this on。 っていうやつで、すね、まあ、その辺の辺、ね、や、えー、やつもいずれやると思いま It's getting dark outside. です、ねはい、空暗くなってきたよ。You might as well stay home. です、ね、家にいた方がいいよってことでしょ。ほら、した方がいいよだよね。ねうだからこういう形で使うわけですね。何々した方がいいよっていう、この might as well っていうのは、こっちの A だけがいるやつですね。B するぐらいだったら A した方がいいっていう、その A の部分だけが出てるやつがさっきの公文であると。 でこの A の部分が出てるのしか基本的には普段使うことはないよ。 ってことですなので「マイト・アズベル」単体の方は見かけますよ長文読んでても出てくるしメイウェルなんかもそうですね、えー、長文読んでも全然見かけますアズル v v 1 <laughs> as v 2はなかななかか使わないそれでも学校で出題されちゃうとかってあるかもしれないんで長い方の仕組みを知ってあなんだマイト・アズベルってその「マイト・アズベル」V1「アズ・ V2 と同じなんだなってわかるわけですねそうやってやればすぐにこれは理解できると思いますはいいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします。